ってみろよ。ローマン積もった。まあ、リーチ積も赤、裏は乗るの？乗った。4000ゴール長に。どうなの？キャッシャー積もった。リーチ積もチートイツドラドラ。裏は乗らない。いや十分。6000は6100ゴール。さあ一発。うわー、はいよね。惜しい。リーチ一発も赤。これはすごい。フライチ4000ゴールの上がり。うわ、すごいな。誰が？単品の勝ち。単品なかった。リーチツもタイヤを赤。はい。裏は乗らず、2000、4000は2100、4000脚、ここで白石が上がってきた。いや、あー、積もった。さあ、リーチツもタイヤをイーペーコ、裏裏 !3000、6000。いや、大きい。はっ、これは白石からロングスワイ。これは。リーチ一発、初、裏は乗らず、7700。高岡に宝珠ですが、これはロンの声。初、そうですね、ドラさん赤。はい。うわー、積もった。さあ、ピーチツムタイヤピンクは赤、裏は乗らない。2000、4000は2100、4100、はい、来ないことになるよ。普通のウーピンだけども、ピーチツムピンクドラ赤、裏は乗らず、はい、2000、4000の上がり。竹中が漫画をものにしました。これはちょっと並びが できましたね。うわ、これリーチの声だぞ。これはサビからロンの声。トンドラ6、12000は12600、に強弱2本ゲット。白石がきつい宝珠となってしまった。竹中がサベをまくるという、はい、はい、そうですね。今の差がなので、マンガンツモ、はい、もしくはそうですね、しかももうツモ版はここで終わりでしたね、はい、さあこれで伏せられました。流局して全員脳天、はい、というわけでこのハンチャントップはサベ、2着が竹中。本日1位通過となりました、はい、椿彩音プロにお越しいただきましょう。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。というわけでやったー。はい、以上椿彩音プロでした。ありがとうございます。こらあー、うるせえ。こら来たよ、勝ったよ。やべっせー、両方うるさいちょっと芸人みたいな入り方やめてもらえますか。そうですね。ほらで、ということで、はい、どうでした、今日一日打ってみて。自分の中で良かった点、悪かった点など。いや、なんか本当展開にも恵まれても入って、なんか本当なんか、はい、私誰でも勝ち上がれたんじゃないかなぐらいな感じ。まあでもちょっと1回戦でちょっと反省するところあって、なんかドラの感知層に受けたところがちょっと下手だったなと思って、あれサブローピンに、私1回シャンポンでドラ上がれないからサブローピンにしとくべきだなっていうのはすごく、まあ何点でもいいゆえに、そうですね、流すだけでよかったから、あそこはちょっと下手だったなっていう感じ。パーソーウーピンのシャンポンからのやつですね。はい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 、ちょっとそこは反省。まあでも、まあちょっと手が入ってね。そうですね、入りましたね。ラス前の換算図をずっと押してたのとかも、はい、あそこを通過すればですもんね。そうなんですよね、うん、結構ラスに落ちなかければだいぶ良くて、うん、まあなんか結構圧力のリーチ、即リーディング系とか上がりづらいのもあるし、うん、と思ったらめちゃくちゃ高かったんですよ、ね、ドランコでしたね。あ、そうだったんですね。まあちょっとこんなこと言うのあれですけど、はい、打てって思ってましたね。いない、なんででも面白くじゃ、あ、そうですね、展開はね、面白くあれと思ってたんでね、うん、でもね、まあちゃんと、はい、打つところ打って、うん、ちゃんと戦って通過したということで、うんうん、あ、皆さんからそうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。次も勝ちましょうということで、はい、うん、次がもうベスト16、そうですね、いよいよ頂きが見えてきましたね。ベスト16、うん、ね、まあ、もちろんね、ファズカップの優勝でタイトルもそうですし、はい、リーグ戦もね、B2 に昇級するということでね。いや、でかいですね。まあ、僕は同じリーグなんで負けてほしいなと思ってました。またひどい。めっちゃアンチいるやん。自分で上がるリーグはここに上がらないでほしいなと思ってるんで。めっちゃアンチいるじゃん。わかります。いやー、でもね、コメントもやっぱりね、応援してる方も多くて。はい。うん、はい、ありがとうございます。うん、まあ、次に向けてね。はい。はい、ちょっといろいろ、まあ、ファンの方に一言最後いただいて、はい、この場を締めていただきたいなと思うので、どうぞお願いいたします。はいはい、今日はご視聴ありがとうございました。ちょっと危なっかしいところもあったと思うんですが、本当に手にも恵まれて無事勝ち上がることができました。ここまで来たら、
優勝を目指したいと思いますので、皆さん引き続きご視聴、ご応援のほどよろしくお願いします。頑張ります。はい、というわけで以上1位通過となりました椿彩乃プロでした。はい、さあ、というわけでお疲れ様でした。お疲れ様でした。